やばいやばい、こんばんは。これじゃ寒いかな。寝起き、今起きた。小山さん、ガチで寝起きだよ。だってさ、うん、ずっとずっと寝てんの。いやいやいや、そっちはね、楽しく寝てたかもしれませんが。うん、楽しく寝てた。ね、うん、ね、そっちはね、楽しく寝てたかもしれませんが、僕楽しく、あ、うまい。見てくれるじゃん、ママ。早くてびっくりした。なんか出ない。白だしって醤油よりしょっぺえな。そうだよ。びっくり。かといってマヨネーズみたいな塩っ気のやつ絶対食いたくねえじゃん。え、塩っ気あるよ。マヨネーズに塩っ気ねえよ。明日は何が食べてんだ。親子丼。親子丼。親子丼食べたい。今日卵6個も食べて、うん、2人でね、うん、親子丼かよ。で、カツ丼とかのがいいかな。いや、うん、どっちにカツ丼はめんどくせえだろ。カツあげるところからね。親子丼ってまたあれだよね、親子丼ってまた朝作った方がいいよね。半熟の親子丼がよくね、うん、で、ご飯は食うの食わないの。うん、2人でこれ1個食うか、じゃあ、うん、カツはお肉屋さんで買え。ここら辺お肉屋さんってあんの？見たことない。見たことないよな。うん、俺もほんと田舎に行ってお肉屋さんって見るようになったもんね。うん、お肉屋さんのメンチカツとか、お肉屋さんのねえ、なんかチキンカツとかめっちゃうまいよ。美味しいの？うん。お肉屋さん違うよね。いやいやいや、スーパーとかのじゃ全然もうレベチだよ。お肉屋さんのなんか揚げたての、あ、なんかでもね、メンチカツとかスーパー中にあったかもしんない、うん、いやいやいや、あんなのお肉屋さんじゃないよ、うん、ね、スーパーの中のお肉屋さんってあれ本当にお肉屋さんなの？絶対見つけ、この間次の忘れてそう、こいつ忘れてそう、こいつね、こいつ忘れてるよ。いや、記憶はありますよ。ちゃんとしたお肉屋じゃないよね。なんかもう個人でやってるお肉屋、まあ一緒かな。でもね、人が作ってるっていうのは、あの人らも一生懸命作ってんのかな。スーパーのお肉屋さんのメンチカツ食べてみようかな。ちょっとなんか本当お肉屋さんの出来たてのさ、業務用スーパーの冷凍チキンカツをカツ丼にしても美味しかったな。あのね、変わっちゃいきちゃってる ね、カツ丼が食いたいわけじゃないのよ。親子丼が食いたいわけで、親子丼食べたいってなってからカツ、なんかね、カツ丼になっちゃって、親子丼でいいんでしょ。で、親子丼の味付けってマジ俺白だしだよ、多分。何使っても味濃くなっちゃうからマジで薄めに作るわ。うん、うん、にょご飯あるならさ、まあ濃くても、要はあれですよね、だし巻き卵を半熟で出せばいいってことですよね。鶏肉入れて、うん、カンペコ、おいしい。ひったさん、その話もううちでは禁句だからごめんね。もう絶対、
あ、いつもめんつゆ、わかる、めんつゆの方が使いやすいわ。白だしなんか思ったより味濃くて、めんつゆの方が使いやすい気がする。ごめんなさい俺なんか昼無性にそば食いたくなって、だってそう、そば食いてって言って起きてたもん昨日。そば、そば無性に、ちょっと固めのそば食いて。あ、うちもめんつゆ。あ、白だし、白だしなんか味濃すぎない焼き焼きの元版の昆布ついた水で使えるよ、うんうん、うまいんだけど、白だしなんか醤油よりしょっぱくて、うん、なんかハマったんだよ白だしに。なんか買ったからめっちゃ使ってんだけど、もうね、1ヶ月経ってないのにもう3分の1ぐらいしか残ってないからね。超使ってない？ 1 ヶ月しか経ってないのに、2人暮らしで、しかも1日1食ぐらいしか食わないのに半分以上使ってるからね。めっちゃ白だし。これも減ったくない？あ、だし。半分が終わってる。めんつゆとチューブの生姜。味濃くなっちゃうね。うん。あ、茶碗蒸し食い、あの卵三昧だけは。また卵三昧で、茶碗蒸しに入れるのってなんだろう。ホタテとかシーフードでしょ。また昨日のシーフードと一緒や。シーフード。海鮮に。いや、入ってないね。ギョロッケしか入ってないよ。あ、やば、うん、しょっぱいんだよ、しょっぱいんだよ。俺結構使っちゃうんだよ、多めに。味薄いと嫌だなと思って。あー、ヒッターさんが俺じゃなくなってる。ルイジ幸せになれよって言ってたの、カノちゃんに映ってる。カノちゃんね。うん。なれるでしょうか。なれないよ、絶対に。カノちゃんだけは幸せになれないよ。ね。絶対なれない。なれない、ね。させないね。俺が阻止する。やめてくんない、うん、お前の幸せ俺が阻止するいや、にしたい理想、一日一食で、うん、したいんだけど、どっか窓開いてね、ん、あい、窓開いてね、開いてる、開いてる、開いてんの、うん、嘘でもな、なれる、いいよ、しだし色薄いから、薄いかもってなるんよね。あ、そういうことさせてくんないんです。あ、確かに幸せに。晩ご飯はね、わかんない、俺一人でなんか食べんじゃん。もう俺一人の時は本当にあのね、あれでもいいもんね、チゲうどんで。チゲうどんマジ何日でも食えるわ。体がチゲうどんを欲してる。本当あったかくなるのかな。あれさ、期間限定なの？多分期間限定。あ、じゃあ箱買いしたらいいじゃない。ありがとう。なんでお前も食いたいみたいな感じなの？俺一人で食いたいんだよ、うん、買いたい時にコンビニ行って勝手に買ってくるからいいんだよ。ひゃーひゃひゃちょっと小腹減っちゃったな、中途半端に茹で卵食べて。え、もうお腹いっぱい私、うん、チゲうどんね、辛いのね、うまかった。食いたくなる。なんかね、中毒性あるんだよ、あれ。ほんと辛ラーメンみたい。なんだろう、やっぱ辛いもの、刺激物ってやっぱ中毒性あるのかな。中尾のいくら丼、今中尾でいくら丼なの。中尾のさ、漬けハマチ丼がまずすぎてさ、もう、うん、出たね。そうだね、ゆで卵でお腹いっぱいって言いたい。ゆで卵、え、だってお腹に溜まるじゃん、これ。わかる、うん、作らなくてもいい、いいじゃんってなっちゃう。いくら丼食いたいね。カツヤが今安い。カツヤなんてあったっけ？あのね、ある。歩いたらある。ちょっと遠いんだ。うん。なんでカツヤが安いの、今。そういう美味しいのね。ご飯、そう。あのね、なんか中尾ちょっとね、酢飯強いよね。え、でもネギトロのやつうまくない？中尾の、うん、なあ、太っちゃうけどな、美味しいもの食べたいよな、太っちゃうけどさ。そこ開いてるかな、うん、さっき閉めた気がするんだけどな、窓、うん、ちょっと寒いね、うん、あ、中尾の担々うどんね、どんだけ会いたいんだよ熊本の用事ねえからな、熊本によ。ひったさん、ありがとう、あばら、
マグロのたたき丼。あ、そう、それ美味しかった。まあ、どこでもたたき丼は美味しいよ。私は食べたいね、ちょっと。でも、どうやって熊本まで行くか分かんない。福岡行って、福岡乗り換えで多分。福岡通んないといけないの？ルイージがポテサラ作ったからその日に作りましたでしょ。こいつマジで、もう。違う。あの、もうポテサラ一生見たくない、もう肉じゃが一生見たくない。じゃがいもしばらくちょっと食べれない、なんかお腹痛くなっちゃって。どっちも半分ずつだから、もうなんだろう、じゃがいもはかのちゃんにとって重いのかもしれないね。え、なんかだってほんと次の日あれ、あいきこママんとこ行ったじゃん。分かった、もういい、お腹痛いんでしょ。なんかえ違う、なんか、はい、店入った瞬間ちょっとじゃがいも食べすぎてお腹痛いんでトイレ貸してくださいって言って、うん、なんて書いてあるの？もうみゆちゃんが家に泊まりに来ていいって一人暮らしだからって。優しいじゃん。うん、一人暮らしの家に3人で住んでいいの？茶碗蒸し腹にたまんない。茶碗蒸しのグーの煮にしたらしよう。俺茶碗蒸し作ってみたいね、あったかいし。鶏肉一緒か、もう鶏肉ちょっと細かくして茶碗蒸し作ってみるか。茶碗蒸しと親子丼作るか、うん、親子丼なんてあれだろ、使って卵3つでしょ親子丼って。っていうかさ、もう一緒じゃない結局。言ったら行くときはね、それを蒸して作るか、蒸して茶碗に入れて作るか、それをこう、うん、炒めるかの違いじゃない？思わない？茶碗蒸しと親子丼ってもしかしたら一緒じゃない？どうやって蒸すの？だからタンブラーだよ。タンブラーに、これだよ、タンブラーに入れて、うん、蒸すんだよ。電子レンジレシピネットに転がって、ああね、茶碗蒸しのね、電子レンジでもいいよね。普通あれでしょ、熱湯に入れるんでしょ多分。でちょっと起きそうじゃない？違うの？茶碗蒸しと結局一緒だな、どっち食ってもこれ、あれなんか味一緒じゃねってなりそうだな、うん、卵の味するってなるやつね。うん、どうしよう、茶碗蒸しと茶蒸しは違う方がいいかな。親子丼、親子丼はだってあれだろ、鶏肉だけだろ、なんか具入れるの？え、玉ねぎとか入ってない？でもいらないでしょ。いや、いらない、見たくもないね。見たくもないでしょ、うんうん、じゃあ鶏肉と、そうだね、あ、だよね、その中にコーヒーカップで。なんなんでみゆちゃんは。すんごいじゃん。まで、あ、なると、こんばんみに。サクさんとね、勝ち合うよね。ウケ肉、なにウケ肉って。しいたけ。ワンバンコ。なんで笑えるの？ワンバンコでなんで笑えるの？いや、面白くない。うん、あ、そうやって言ってくれるのもエビ、うん、やっぱシーフードね、茶碗蒸しに入れても美味しいよね。シーフードか鶏で食うかの違いか、うん、茶碗蒸し作るかな、ちょっと考える。茶碗蒸しは保留だね。他なんか食いたいのないの？うん、あ、ちゃんとフォロー入れまくっといたで。いや大変だよ、三つ葉、あ、エビ、銀杏ね。あ、分かって、ほんと行くときは言うよ、熊本。俺はね、あれだからな、どっか旅行行くか。行きたい。何連休取れるんだ、本気出したら。本気出したら、無理だと思うよ。1日ぐらいじゃないか。本気出したらいくら、どんくらい休み取れるんだ。行けてあれだろうな、近場だろうな。何？3日ぐらい。3日も取れるの？無理だよ、3日は。え、なんで？取りすぎだよ。じゃあ2日。茶碗蒸し作るの、もうそれ言ったらもうあれでしょう。何がしたいの、旅行行って。どんな旅行行くの？大してお風呂好きじゃないでしょ、うん、あなた。うん、
あ、温泉。いや違うよ、旅行先って言ったら温泉探しじゃん。行きたい。茨城行くか、か母ちゃん紹介するか。うちの母ちゃん見るか。見よこう。うちの母ちゃんに、ケンジの右耳の鼓膜破ったって言ったよ。うちの母ちゃんが、お前の右耳の鼓膜破ってくれるよ。あ、本当に。ケンジの鼓膜の敵って。あはは、怖すぎる。うん。うちの母ちゃんに鼓膜取られに行くか。破れてないじゃん、だって。うん、ちょ、旅行行きたい。うん、茨城。え、あのクリスマスは何、開けといた方がいい？田舎って、え、田舎って、田舎って、うん、あのレンタカーめっちゃ安いじゃないですか。茨城も多分3000円とかで1日借りれたり、1週間借りても1万円とかだったり。あ、熱海がいい私、ね、福岡でも結構安かったんですよ。意外と東京って高くて。熱海がいい。あの出たよ。うん、あーパピコか、あれ本当に消えたな、あれなんだっけ、 ペロンコ消えたな。あ、熱海は近いんじゃない、すぐ行けるよ。うん、本当にそれこそ温泉だけやん、目的。いいじゃん。で、カラオケもめっちゃ高いの。俺、昨日とか夜、かのちゃんね、あの夜休みだから、うん、カラオケでも行こうかなと思って見たら、3000円ぐらいだったもんね、朝の5時。新宿とか安いよ。1500円とかで朝まで入れるよ。平日だったら。1500? うん。え、普通にチェーン店じゃなくて。普通にチェーン店、チェーン店で、うん、ここらへんのさ、なんか2個ぐらい昨日見たらさ、3000円とか高い、ね、高いよな、うん、カラオケ代。学生の街だからかな。あ、取る、うん、そうかもしんない。学割だと安いけどね。でも、あ、田舎は車持ってるから安いのかな。あ、出た、袋田の滝、なんか聞いたことある。どこだっけそれ、群馬だっけ。カラオケあるでしょ、安いところ。旅行って悩むよな。旅行なんか目的が欲しいですよね。何がしたいとか、どこに行きたい、なんか、何したいかな。あ、でも牧場行きたい。大悟ってどこ。あ、茨城なんだ。なんか牛って袋田の滝って茨城。うん、牧場行く。広しに会いに行くか。うん、広しに。俺破かれるね、逆だね。俺が破かれるね。ユニバはだって最近行ったって言ってたから。言ってないよ。うん、お猿さんとかがよくない。野生の猿ってどこにいるの。あ、動物園行こうじゃあ。上野。うん、近場でいいね、最高。動物園行きたい私。ああ、なんか行ってないから。うん、水族館でもありだね。ありよりのあり。でも、基本寝る前動物に戻るじゃん、俺ら。お互いもう。ん？もう基本、ね、寝る前結構暴れるんだよ、ほんと。何が？変な意味じゃなくて、マジで暴れるんだよ、ほんと。うん。うん。だってすごいんだもん。普通に、変な意味じゃなくてね。なんか。もうお互い寝かせないように、そう、しか布団奪い合うんだり。うん、なんかね、もうあれ、うん、起きたら生きてる保証がないレベル。うん、生きてるでしょもう。え、てかさ、ちょっと待って、寝起きの時にさ、マジで電気つけるのやめてほしいわ。ごめんごめん、うん、目が、ね、目がここ引っかいたでしょ。引っかいてないよ。え、絶対なんかだって赤くなってたから、多分私が昨日寝てる間に引っかいてないよ。え、なんか多分やられてると思って。やってないよ何も。え、絶対やった。だってこんなとこ傷つかない。うん、爪長いだろ、自分で引っかいちゃったんだろ。え、違う、俺やってないのに。え、違う、絶対違う。じゃあ親子丼と、うん、親子丼作っとくわ。あ、もうこんな時間。親子丼と親子丼ね。親子丼と親子丼作っとくわ、うん。
茶碗蒸しより豚汁とかのがいいんじゃねえかな。豚汁とか、あ、食べたいね。でも豚汁ってさ、松屋の買ってきた方が早い。めちゃめちゃうまいもん。なんか美味しい豚汁の作り方ってどうやって作るんだろう。松屋の豚汁ってどうやってなんか作ってるんだ。うん、ホットモットのやつが美味しい。でもあれ、じゃがいも入ってる。じゃがいも見たくないの。ちょっとなら大丈夫。うん、うん、美味しい豚汁ってどうやって作る？なんであれ豚汁って味が違うの？なんか濃くない？普通の店より味が濃くない？あれなんで豚汁って味が違うの？お肉の出汁が効いてるから。生姜入れて油浮いてるよね、豚汁って。うん、松屋の豚汁より美味しい豚汁俺飲んだことないね。松屋のチゲも。豚汁のコツは野菜を、うん、の皮捨てないで茹でる。豚の脂から出る旨味。豚肉入れるとちょっと重くなるよな、いつもな。俺結構思ったより入れちゃうからさ、うん、豚肉でも昨日も食べちゃったか。食べちゃったかって言い方なんだろ。長時間煮込んでるんじゃね。え、乗ってるんだ。なんか味違います。味噌が違うのかな。あれ本当にあれただお肉入れた、味噌は一緒でお肉入れただけ。なんであんなに甘いっていうかさ、みーちゃんすごいじゃん。これ本当に女の子だよね。わかんない。でもあれだで、意外とかのちゃんも女嫌い派だで。私は女に嫌われるから。大体幽霊じゃないよ。こんばんは。お肉炒めるときにごま油で炒めるとコクが出ていい。あ、ごま油とお肉を炒めてその後味噌入れるからこうちょっと香ばしくて美味しくなるのか。味噌が特別なやつかもね。俺もそう思った。もう味噌からして違うんじゃないかなって思った。肉ケチってないところが。飲んだ。肉大事ですよね。あ、ちょっと行かないと。行くか。うん。大丈夫か。いけるか、うん、寂しくないか。寂しい。休むか。休みすぎてさ、最近さ、うん、やばいんだよ後ろの女。無視していいよ、うん、どういうこと。てか女って言い方やめてくんない。ムカつくから。おっと、うん、女、うん、いけるのか女。いける。あったかい格好してけよ。風邪ひくから。寒いぞ絶対。本当に、うん、え、私もこれで行こうと思って。嘘、それは寒いぞ。それで行ったら寒い。絶対寒いぞ。なんか着てけ。下着てるよ。いや、あ、大丈夫か分かんないけど、行けるなら行ってもいいけど。行ける。行けるか。あ、なんか折れた、うん、ちゃんと椅子直す。狙いそこ、細かいとこ見てる。凶暴につき、なんかどっかスースーしてるような、なんか外みたいな寒さするような。だろう、絶対空いてるだろう。あれなの、かのちゃんもやっぱあの空気清浄にしときたい派なの。どっかしら開けときたい派なんだ。換気したくて。換気好きなんだ。俺絶対部屋中絶対、ま、ドア開けないけどね。窓一生どっかしら換気されてるだろう。空気って勝手に入るからさ、外開けなくてもどっかの隙間から勝手に換気されてるだろうと思っちゃう派。ごぼう、油揚げ、豚バラがいい味出すよね。出すよね。わかりみ。ちょ、豚汁作るのめんどくさそうだな。材料がまあ、なんか豚汁のなんかね、あのもう材料が売ってたら作る作ってもいいけど。売ってるはず。おでんとかになっちゃいそう。もう一周してめんどくさくて、 おでんの素で作っちゃいそう。おでんでも、うん、いいんだけど、ファミマにおでんあるから、うん、それを買っちゃいそうになる。しょっぱい豚汁が食いたいんよ。しょっぱい豚汁が。だから最近顔がむくむのかな。あ、そういうこと。あ、味濃いもん食いすぎて俺といると。
毎日なんかむくんでんなって思う。あ、じゃがいもの代わりに里芋、里芋だよね、確かに。もうじゃがいもは大丈夫。分かった、うん、セットで売ってる。豚汁と白飯だけでええよな。行ってきます。ご飯、あ、時間ないの？なんで今日お客さん来るの？なんか今日急いで行くね。なんで？何があんの？なんもないよ。なんもないけど、ちょっと早く今日来いよ。あ、週末だから。そうそうそう。いい旦那アピールしないとね。いい旦那アピールしないと。そう、みんなにモテるように、ね、そうだね。かんちゃん、いってらっしゃい。かんちゃん、うん、ね、かんちゃん、いってらっしゃい。うん、てぶてぶて、唇ベトベトしてそう。なんかリップかな。ベトベトする。かんちゃん、いってらっしゃい。かんちゃん、いってらっしゃい。ちゃんとなんかしら作っとくね。うん、あったかいご飯。うん、いってらっしゃい。あ、いっか、鍵。え、どっかまた外出る？あ、わかんない。え、出るならは、出るなら、うん、もしかしたらどっか行ったら帰ってこれる自信がないもんだ。あ、ほんと？基本でも行かないと思ってるけど。わかった。うん、っっ、なんかあったら、うん、行ってらっしゃい、かんちゃん。うん、行ってらっしゃい、かんちゃん。またね。ねえねえねえ。あはは、やばい、ね、ちょっと戻されたんだけどね、待って。あはは、じゃあね、気をつけて、はい、バイバイ。うん、風邪ひくなよ。うん、うん、あ、ね、そんな寒くない。下手な音が騙されるね。うん、じゃあね、バイバイ。騙されてるよ。じゃあね。よし、自由になったぞ。どうする？誰んち行く今日は。よし、暇になったぞ。どこ行く？女いないか。女の家行くか。帰ってきた。行った。どこだ。どうするよ。暇やもん、毎日毎日。なってないだろう。どこ行くよ、マジで。 M もういないの？ M M M んち行ってもいいわ。リカちゃん、ありがとう。リカちゃん急に来て、リカちゃん、そういうこと？うち来ていいよってこと？リカピーのファンマ、サイバーリカピーってこと？これずるい。もうさ、冬のなのにさ、それきついよな。冬にさ、寒いことすんのきついよな。あったかいことしかしたくないわ。アレちゃんね、来てくれればいいんだけどね。アレちゃんなんか全然来なくなったね。やっぱ物の分別がつく子なのかね、アレちゃんって。あの、まあ、人の物は取らないみたいな。体硬くならない？なんどういうこと？外で、あんまね、あの、これかのかのちゃん家バレすると怖いから、あんま外出るなって言われてるんよ。マジで家のさ、窓開ける人やだね、やっぱり。かんちゃんね、空気清浄にしときたいら、肌らしくて絶対どっか窓開けてんのよ。寒いわ、窓開けっぱにする人やだわ。だからさ、常に寒いからあれかもしんない、痩せてんのかもしんないわ。家が常に寒いもん、部屋が。めんどくさい、揉めたりね、うん、そうそうそう、閉めてもらった。寒い、常にスースーしてるなんて。ここも空いてるし、やっぱ、もうなんかさ、鍵まで閉めないとさ、なんか隙間風やさあるよな。暖房いいのつけたから邪魔なくなった瞬間。ただ あーそうそうそう、ゾンビさん、あのね、たまたまカノちゃんから LINE 来てたんで、カノちゃんじゃない、アリちゃんからも LINE 来てて、新宿いないのって。ルイジ、私のこと男だと思う？いや、思わんけど、やっぱね、土地柄が遠いとね。いいんだよ全然、ミユのこと、ミユに会いに遊びに行ってもいいんだけど、価値格なら行ってもいいんだけど、カノちゃんはいらないわ。ミュウに会いに行くのに、わざわざミュウに会いに行くのに、カノちゃんいらないわ。俺一人で行って、
それからよ、それから、それから2人出せばいいじゃん、遊びたいならカノちゃんと。なんで2人が遊びに行ってね、俺だけハブにされるのに、いや会いに行かなくちゃいけないの。歌舞伎配信寒いからな、だって寒いんだもの、風邪ひいちゃうよ。俺も行きたいのは山々なんだけどね、今日週末だし、行きたいのは山々なんだけど寒くて。あった、それか私がお金貯めてたうちに。ああ、いやいや、まあ、まず1日は俺にちょうだいよ。まずかのちゃんに会う前に1日は俺と2人で過ごした方がいいで、もったいないで。かのちゃんに会ってからだともう無理だから、会う前に俺に会った方がええで。男なら足で稼がんか。嘘でしょ。明日だったらあれだよね、あの魔界とひたんちに行って、その後なんかプラーっとどっか行きたいけど。あ、今あれでしょ、ゼロワンさんとなんかケロロ遊んでたでしょ。どうなったのあれ、見た人いる？ゼロワンさんとケロロが遊んだ。考えないね、絶対考えないね。男ならみんなそうだよ、すぐ変なことしか考えない男なら。みゆ、あ、マジ男の気持ち分かった方がいいよ、うん、男はみんなそうだから。あ、可愛くなってた、楽しそうだった。ゼロワンさん閲覧多かった、楽しそうだった。なんかね、例えば、あしのちゃんありがとうね、ずっと。ありがとう。どういう、これあれなんだ。どういう写メなんだ、これ、うん。こんばんは。なんか、クロロの、クロロのテンションもあるけど、ありがとう。サビちゃんだったら、あの 2120% ぐらい、 200% ぐらいテンション上がるところを引きたんだとか、こうワンちゃん、サックちゃんとか 110ぐらいテンション上がるところを、なんかやっぱケロロだと、あの1000人ぐらいじゃない、閲覧今クロロのあれ見たら。クロロにコラボするか、コラボ申請出すか。楽しかったかって言って、もう別れたの、ゼロワンさんと。まだ一緒にいる。神谷とコラボしてみたいね、ちょこっと。クロロとなんかあんま仲良くないみたいだから、クロロが怒るかもしれないけど。誰が、かのちゃん、かのちゃん明日の6時半、明日の6時半まで。あ、本赤じゃないんだ。でもあれなんだ、2人とも配信つけてんだ。やっぱり一枠に、一つの枠にしないんだ。一つの枠にしないってなんか気持ち悪いよね、なんか。どっちも銭ゲバって感じが。 TikTok ってやっぱそうなのかな。プツプツ、そう、行ったり来たりしてる。なんか黄色と緑行ったり来たり、電波悪いんだろうね。はい、ともさんありがとう。一緒なんだ、一緒の。クロロもつけてるから、だからお互いさ、配信棒と向き合いながらこうやって喋ってるわけでしょ。なんかやりにくそうじゃない？一つの枠にすればいいのにね。結構クロロで枠切らないからな。なんかやりにくそうじゃない？一つの枠にすればいいのにね。結構クロロで枠切らないからな。切らないからな。直った？いやいや、悪いわ悪いわ。ありがとう、みはちゃん。
バグってるでしょ。